鳥坂寺石が乱前刑事域北東より、坑道跡、近道跡を望む。奥の重僧に、東跡が所在し、その間を、近鉄大阪線が横断する。鳥坂寺石鳥坂寺跡の位置鳥坂寺跡は、大阪府柏原市高枝にある古代寺院跡、国の史跡に指定されている。知識寺、山下寺、大里寺、三宅寺、家原寺と共に、 河内六次と総称された鳥坂寺の移行に否定される。大阪府東部、山和川が大阪平野へ流れ出る谷口付近の北岸、山和川に向けて張り出した丘陵上に位置する。現在は寺跡を近鉄大阪線が縦断するほか、1929年には市備が出土して注目され、1961年以降には発掘調査が実施されている。 主要画覧として、近道、塔、坑道、僧坊、食道の遺構が検出されており、近道を中央、三重塔を南西、坑道を北に廃止、回廊が近道を囲んで、坑道左右に取り付く。発掘調査によれば白宝紀の7世紀後半頃に創建され、平安時代の10世紀代に廃絶したと推測される。湿土時に鳥坂寺名があり、 当時の寺院名は鳥坂寺であったことが確実視される。俗に本記では天平商法8年に後憲天皇が鳥坂寺含む河内六次を巡拝した旨が見えることから古代文献資料と発掘調査によって明らかとなった遺構、遺物とが一致する例として重要視される。また近藤跡で検出された壇上積もる気団、階段は依存状態が極めて良好であり、 建築史上でも重要な遺跡になる。辞跡遺棄は2012年に国の史跡に指定されている。創建は不詳。発掘調査によれば、アスカ時代の7世紀後半頃の混流と推定される。地域付近は和名省における河内国大県軍鳥取里と推測されるほか、当後に鳥取子祖の天祐が挙げた命を祀る天祐、川田神社が鎮座することから、 鳥取市の宇治寺とする説が知られる。一方で近年では、山和川の河内大橋下京に、伴い知識により橋寺として混流されたとする説も、挙げられている。俗に本気では、天平正法8年に、後見天皇が平城宮から南馬宮に行行する際に、知識寺南安宮に宿泊し、三宅、大里、山下、知識、家元、 鳥坂の六寺院を参拝したと見える。鳥坂寺は六寺のうちで最も南に位置する。その後の変遷はつまびらかでないが、発掘調査によれば、平安時代の十世紀頃には廃絶したと見られる。江戸時代の河内名所図では、不幸廃寺、一名井上寺、またの名町坂寺という、という記載が見え、当時の別名が知られる。関連して、 平安時代後期編纂の本庁無大師の大江田スク国の監視に不幸寺が見えるが、これは当時を指すと言われる。近代以降については次の通り。東後付近僧帽後、食堂後付近市備東京国立博物館展示。画覧は大和側に向けて張り出す二つのお根状に位置する。平地寺院と異なり、地形の制約が大きく。 区画校なども検出されていないため全容はつまびらかでないが、地域は二丁四方程度と推定される。主要画乱として、注文、近道、行道が南から一直線に廃され、注文左右からは回廊が出て、近道を取り囲み行道左右に取り付く。また、地域南西には、東が、地域南東には、僧帽、食堂など雑舎群が廃される。主な意は次の通り、 注文が推定される箇所は、近鉄大阪線で作兵されておりつまびらかでないが、近道の南で溝が検出されており、注文関連以降と推測される。また、地域北東の丘陵斜面の高い大遺跡では、掘った手柱建物群や古墳群が検出されており、鳥坂寺に関連する集落、古墳とみられる。地域からの出土品としては多量の河原のほか、 東京国立博物館所蔵の守備が知られる。河原の衣装、技術には、朝鮮半島の影響が認められることから、トライ系集団の関与が推測される。河原の様相などによれば、7世紀中央頃に、先行して近同が混流され、7世紀後半代に、主要河原が整った後、8世紀代には、人付属の雑舎軍が建てられたと見られるほか、主要河原も、 幾度かの改修を受けた可能性が指摘される。また地域東側の雑舎域では10世紀初頭頃の鳥坂寺名牧書時が出土しており、この頃までの存続が認められるが、10世紀代には廃絶したと推測される。なお、近藤南側の聖地土には古墳時代前期の埴輪編、万丈石材、白色歴などが認められており、寺院造成以前には、 電気古墳が存在した可能性が高いとされる。主要河岸北西の尾根には前方公園墳上の高まりもあり、一帯では十数機の古墳からなる案、道山古墳群として認知されている。ありがとうございます。